オランダ鉄道、オランダ鉄道、オランダ鉄道、オランダ語、NS、ネダーロンドスサスパーウィージェンは、オランダの鉄道を運営する鉄道事業者で、旧オランダ国鉄を継承した全国組織の鉄道事業者である。旧オランダ国鉄、NS は、欧州連合、EU の施策により上下分離が行われ、現在は、以下の組織に再編されている。本社はいずれも、 首都アムステルダムではなく、オランダ第四の都市で、鉄道網の中心と言われるユトレヒトにある。また、高速鉄道や国際列車の運行を行う組織が、KLM との共同出資により、オランダ鉄道の子会社として2007年に設立されている。オランダ鉄道は、日本の約1割に相当する4万平方キロの、国土に約2800キロメートルの鉄道網を有し、 日本やドイツと並んで鉄道密度が高い国である。また旅客輸送密度はヨーロッパで軍を抜いて高く、鉄道が国内交通で重要な役割を果たしている。オランダ最初の鉄道は1839年、首都アムステルダムと北海沿岸のハールレム、ハールレムの間に開業した。以後、国内に路線網を築き上げた。1860年から、 鉄道の国有化が始まり、1917年にオランダ国鉄が発足している。オランダの鉄道の特徴として、四大都市、アムステルダムロッテルダムデンハーグユトレヒトを相互に結ぶ路線を中心に、オランダ国内の各都市を縦横に結んでいることが挙げられる。特に、前述の四大都市がある、ランドスタットと呼ばれる地域は、鉄道の密度が高い。 国内各都市へはいずれも数百キロの範囲内にあり、そのため古くから都市間の高頻度輸送が充実してきた。これは現在でもオランダ鉄道の基礎を成している。ヨーロッパを代表する国際空港の一つであるアムステルダムスキポール空港へのアクセスも充実している。 アムステルダム中央駅までの所要時間は15から20分で5から15分間隔で運転されているほか国内各都市への直通運転を行っている。またヨーロッパ最大級の貿易港であるロッテルダム港を要することから貨物輸送も重視されており2007年には貨物専用船であるベテウベルートも開業している。電化方式は直流5 0 0で 電化率は7割を超えている。複線化率は約6割である。複線区間は右側通行である。オランダ鉄道が計画している、鉄道網整備の主なものとして以下の事業がある。一方で、採算性の悪いローカル線については、地元の交通事業者に運営を移管するなどの動きも見られる。駅数は約374駅存在する。なお、 最近は主要線区の混雑や過密ダイヤに近するダイヤ乱れが状態化しているため、その対策として2006年12月10日に運転系統の大幅な再編を目的としたダイヤ改正が行われた。基本的には種別をインターシティとスプリンターストップトリンに集約し、スネルトリンは削減されている。長距離輸送を担うオランダ鉄道及び施鉄4社は、 同一の乗車券システムを取り入れているが、地域交通、メトロやトラム、バスなどで用いている、国内交通料金収受システムとは一部を除き、互換性外。近年、地域交通で用いられる非接触 IC カードアブ、チップコアートが一部のオランダ鉄道路線で利用できるようになったため、それらの駅では、自動改札機が導入されているところもある。 基本的には信用乗車方式を採用しているため、駅に改札機は設置されていないか、設置されている駅でも改札機を通らずに駅構内に入ることができる。切符はあらかじめ駅構内の券売機か、発券窓口で購入することが求められ、列車内や下車駅での運賃生産には、高額な罰金が課される場合がある。国内路線の切符を発券窓口で購入する場合は、 手数料、トランサクタイコソン0.5ユーロがかかるが、自動券売機で購入する場合は、手数料は徴収されない。自動券売機は、高価、ピンアップチップコアットだけを受け付けるものが多く、紙幣やクレジットカードに対応したものは非常に少ない。液晶モニターのついた券売機は、英語表示にも対応している。運賃は普通運賃、往復運賃。 老人証に割引運賃などがあり、その他季節等により割引切ップが販売されることもある。列車には一等車、二等車があるため切ップ購入時にどちらのクラスに乗車するか指する必要があるが、国内路線では座席指定はできないため座席指定料金などは存在しない。自転車の持ち込めにはベッド自転車持ち込め券を購入する必要があるが、日本のように和行袋に入れる。 必要性はなく、車内にそのまま持ち込める。ただし通勤時間帯は持ち込め不可。長距離国際列車、ベルギーとの間のインターシティは除くは、座席指定が可能で、タリス及びアイスは、基本的に座席指定込みの特別運賃を支払う必要がある。これらの列車の切符は、駅で販売されているほか、インターネットでも割安に購入できる場合がある。 宣言条約により、周辺諸国との間の国境審査、税関検査は、基本的には存在しない。平時には、e、EU 身分証明書や、パスポートなどの確認は、列車内や駅構内で行われることはない。また、国際列車の切符購入時に、身分証明書の提示を求められることもない。電化率が高いことや、運転区間が比較的短いこと、 都市間連絡を主とすることから、ヨーロッパの鉄道としては珍しく、古くから電車が主力である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。